松山美味しいもの巡り、道後もなかカフェ紹介していきます。道後アイスもなか、今回は予感編、そして抹茶をいただいてきました。アイス抹茶です。層になっていて、この抹茶を混ぜてからいただくのがなんともおつな光景になりますよ。道後の商店街中ほどにあります。昭和天皇皇后様ご用命の道後アイスもなか、道後の六時屋のタルトになります。道後もなかは新しく出てきました。予感風味でほの酸っぱい風味がなんともたまりません。これをもなかでいただくので口当たりさっぱりです。それを抹茶と一緒にいただきます。もう一方は六時屋のタルトでいただきました。六時屋のタルトはしっとりしていて、あんこまでしっとりしています。タルトはいろいろ種類があるので、そのお店の種類を楽しんでみてください。この抹茶、お供にしていた抹茶は混ぜてからお菓子に合うものとなります。六時屋のタルトの方もしっとりしていて、こちらはコーヒーでいただきました。コーヒーとの相性も抜群です。ぜひ六時屋のタルト店内でいただいてみてください。